いつもありがとうございます。ニニニットです。ずっと作ってきました、ミニトルソーのベストですね。編み目もで編んできました。こちら今日でおそらく完成すると思います。で、片袖を、片側の、肩を履いたので、ちょっと片方だけ、腕ぐりを編んでみました。こんな感じでね、ちょっとあとこれ丈が長かったですね。編み目ダイヤル8のはずがこのぐらい6で編んじゃったっていうんで、ちょっと段を増やした増やし方が多かったみたいです。段数そのままで編んだらよかったみたい、製図通りでよかったみたいです。このぐらいなもんですよね、丈ね。ちょっと袖、腕がないからちょっとお袖がこう口を開いてますけれども、こんな感じになります。で、今日はまず、首ぐりネックバンドですねを編んで、反対側肩を閉じて、で、こういう同じようなものを編みたいと思うんですけれども、首ぐりはこういうこの腕ぐりと同じ、腕ぐりとか首ぐりはこういう下のダブルみたいにすると、これ結構太い糸なのでダブルにしませんでした。2目1目のゴム編みです。 2×1 リブで、これはここと同じような作り方になるので、ここはちょっと女性用で私好きなロールカラーにしてみたいと思います。はい、では始めます。ここが首ぐりになりますね。裏を手前にして、で、ここの肩の部分、肩のこう閉じたところ、心がセンターになって、こういう形になりますね。で、取っていきたいと思います。目を取ります。こんな感じだから位置を考えて、このセンター2目をまず取りますね。色を変えた方が分かりやすいですね、目数がね。で、ここです。どこの目を取るかと言いますとですね、この一番端の目がこう鎖になってますね。この鎖の半目を取るんですけど、こっちを取るんではなくて表側の半目、これを取ることによって、この手前側に残った半目が穴を塞いでくれます。それと同時に、ここにきれいに一目がこう残っていってくれるので、こういうふうに一番端の目の、中側、表側の半目を取ってください。まず肩の2目を取ります。こういうふうに取ります。そしてこっち、肩先のところですね、これをこうやって伸ばしてみます。それで、あまり広くしたくないので、こんな感じかな。これ広くしたい時は引っ張ればいいしっていう感じで、自然にこう私は取る感じでやってみます。これはもう本当に加減ですね。両端をまず取っておきます。取る目は先ほどと一緒ですね。こういうふうに光が、ごめんなさいね、照明がなかなか、この鎖があります。これの表側、向こう側の半目を取ります。
こういう風になりました。そうしましたらだいたい14目14目で28目ですね。これは28目です。28ということは2、4、6、この辺が中心ということですね。こんな感じかな。こういうふうになった大体のここはでここの部分はこのセンターですね。この捨て編みをしているこのセンターは目を休ませてます。で1、2、3、4、5目休ませたんでしたっけ。あ、6前身ごろ、こっち前身ごろのはずです。前身ごろ6目ですね。だからここは1、2、この中心の部分に3、4っていう感じですね。でこちらはちょっとずれるかな。ここは伏せたのが8、あ、こっちが前身頃だ、ごめんなさい、こっちが前身頃ですね。こっちが5目伏せたので12、あ、このこっちですね、こっちを取ります。あ、映ってない上からがいいかな。少し拡大しましょうか。全部映るかな。ここですね、あの捨て編みの糸の捨て編みの糸が来てその向こうにあるこれですね。これがあの編み目の頭になるので、これ正確に取らないとこっちではないですね。ちょっときつくなっちゃってる。1、1、2、ここが中心の3目目ですね。これです。このここになります。これをだいたいもうこれはあの全ての目を取るようですね。休ませてるわけですから編んでません。これあの取り残しがあるとほどけてしまいます。ここ端の目気をつけてください。これで全部取ったかな。 1、2、3、4、5、6 伏せたはずですね。どっかで隠れてるかな。そっか、1つ目はそうですね。でこういうふうに緩んでるところ、ここはあの気をつけます。目を取るときに気をつけます。こういうふうに取って緩みをあのが解消されるようにしたりとか何か工夫をしてします。でここから取るのは同じで、これ私のやり方、あくまでもやり方なんですけど、もっとこうだ、こういうんじゃないっていうのがあればコメントください。こう真ん中大体のちょっと偶数になっちゃうから境目気をつけます。穴が開かないようにちょっと工夫をするようにしてます。これはここを取っといた方がいいかな。大丈夫かな。でこちらは
12345、あ、こっちが6名か。ここは5、8、あ、8名伏せ止め。8、12345、6。ん？どっちが、あ、こっちが6だったんでしたっけ？ 12345、6。こっち8休ませたはずですね。こっち後ろ身頃でしたか？ですね。とにかく目の取り忘れがないように気をつけます。この一番端っこ見えづらいです。まず中心あたりを入れておいて、映ってますでしょうか。まあロールカラーは隠れちゃうと思うんですけど、かなり目立つところなので、しっかり気を配って綺麗に撮っていきます。で、この端っこね、目が隠れてますけど、これ取り忘れるとこの列ほどけてしまうので、気をつけて撮ります。まあ、このほどけるっていう心配が、まあ、伏せ止めにしとくと心配、その心配がないですね。もうこれは取る層ちっちゃいんで、ほとんど毎段、まあ、全ての目を取るような感じだな。で、こういう境目ですね。これ気をつけます。穴が開かないように、開きそうだったらちょっと何か工夫をするか。大丈夫かな。ちょっとこんな感じにしとくとかね。あ、これだと書いてあるか。こっちにかぶせとこうかな。表からの見え方を意識しながら目を取っていきます。ここオーソドックスなゴム編みとかにしたい場合は、この後にある腕ぐりですね、アームバンドの方を参考にして同じようにやってください。目の取り方はね、基本一緒なので、ちょっとこの辺がずらした方がいいかな。持ってきといて、こんな感じでしょうか。はい、ではこれで出しておいて、重りを加えます。で、くるんとなるロールカラーにしたいので、ちょっと目をね、まあ、最初はまずこれ身頃を8段、8で編みました。編み目ダイヤル8ですね。編み目もの編み目ダイヤル6、最低が6に対して8で編みましたが、最初の目を取ってからのところは8でいきます。はい、入りました。で、また端は拡大、端はこういう糸は処理します。その手でもう切っちゃいます。
2段と8できました。次7にします。あのこうくるーんと折り曲がりやすいようにします。7で2段いってみます。7で2段もうちょっと編んでもいいかな。どのぐらいかな。ちょっとあの見当がつけづらいんですよね、ミニトルソー。8で2段、7で2段、7で3段いきます。で今度6にします。で6で2段で、ここ一回ちょっと7に上げて、で6に戻して2段で、7にして3段あ、当てないところがあった。で、8で2段。はい。で、最後のあの、で、ここでもう1段編んで閉じたいんですけれども、最後の目は大きくします。そうしないとこうこうなんていうんですかね、十分にこう形、最後の目って大体こう閉じる目っていうのは大きくしますね。ただ8が最高だったわけだから12ぐらいでいいかな。目いっぱいにする先生もいらっしゃいますね。13これで簡単なループインループで閉じたいと思います。あ、こっち側になっちゃったやりづらい方になっちゃった。というだったらまあいいや、右からの方が私はやりやすいんですけど、このやり方ですね。隣の目が落ちないようにして、ここでベラをもう終わった目からベラをベラ越し目はベラ越しをさせといてからこう入って抜く。で、隣の目が落ちないように左手の役割大事です。こういう感じですね。結局閉じる目って横に渡るので、大きくしておかないと最後が縮んでしまいますね。ゴマ編みなんかでもそうです。こういうやり方される方もいらっしゃいますね。横に引っ掛けて。でも私はダメだ、慣れてない。これ特に反対側だからね。そうか、こう引っ掛けた、やめた。フックに入れといてピョコンと外すってやるってやり方もありますけど、これちょっと2本取りだし太い糸になるので、これがいいと思います。あとは1本ずつ
編んではかぶせるっていうやり方でもいいですね。とにかく最後の閉じ目がを大きくゆったりといくようにしてください。もうこの首ぐりはもう本当にね、エッジング、あら、来ちゃった。エッジングをしてもいいですしね。もしいろんなバリエーションに富んだエッジングがあるので、女性用の場合はいろいろ遊べますよね。おお、なんで微調するの？はい、最後です。できました。こういう感じになりますね。かわいい、かわいいと思いません？これ。こういう感じになりますね。こうやって目の大きさ変えることで、こう綺麗にくるくるっとロールしてくれますね。こんな感じになります。ここ閉じないといけないけど、はい、こういう感じです。はい、では肩を剥いで、次こちらをやってみたいと思います。これいいか。まず一方は表を見てひっくり返、手前にステアミの糸をひっくり返しますね。で、ここ9目でした。9目で1回こうやって、ベラオープナーどこ行っちゃった。ベラ開けといた方がいいですね。一番端から取っていきます。このステアミの糸が、目がこうあって、そのこう手前に来てる目ですね。これが最後の段の目の頭になります。これは昨日やったのの繰り返しですけれども、さてさて、この辺は、これですね。これが隠れちゃってる。これ取り漏らしがないようにしてください。ほどけます。もう一目あるはずなんだけどな。どうした？の目がちゃんと編まれなかった。一目編んでない。あれ、待ってください。そうですね、それで9目ですよね。縫い代は、あ、等でした。もう9目取ってた。はい、失礼しました。で、これ出します。そしてこれはもう形ができてるからいいんですけど、中表にしてやるって言っても、両サイドがね、閉じてない時ね、何て言うんだろう、ねじってこんな風につけちゃったりすることあるんで、気をつけてください。片側閉じる時ね、私やったことあります。きちんとこう身ごろがちゃんと重なり合ってるように、中表で重なり合ってるように確認をしてやります。あ、ベラが開いちゃった。あ、閉じちゃった。ベロープのどこ行っちゃった？やっぱね、作業してるとポイって置いちゃうから、物がなくなってしまうんですよね。この中入っちゃった。
ちらは結局あの中表って言っても表側、こっちだと手前になるけどこっちだと中があの向こうが表だから向こうに倒すようになりますね。表側にあの捨て編みの編み地を倒して端の目から、これはフックに入れるっていうやり方でしたね。ここあの糸あるから緩みやすいんで気をつけます。かなりちっちゃくなってます。最後の目。これ一本しかない。はい、こういう風にしてスーッと下げてください。こうやって。そしたらベラが閉じますね。ベラが閉じて今取った目をがフックに入った状態で噛まれます。これで1、2、こういうふうに抜いていきます。くぐらせます。はい、くぐりました。これはちょっと目がきついな。はい、これでこっちに糸残ってますね。この糸使います。これで巻き止めって言っていいんですかね、なんて言うんだろう、英語はキッチナスティッチ、キッチナスティッチは違いましたっけ。これとは一回こ、まあ最初の2目はいいですね。どう入りか入ってもね。で前から入って後ろに渡す。これこの時にこの糸も通らない。これ1本でやってもいいんですよね。脇なんか私こういう糸の場合1本でやったり、太い糸だとあのよりをほどいて細くしてかあのやったりします。そうするとあのゴロゴロしないので、1つ戻って手前から入って一つ飛んで後ろから、ここも目がちっちゃいこと、よいしょ、これは捨て編みの糸が絡むかも。で手前から一つ戻って入って一つ飛んで後ろから、一つ戻って手前から入って一つ飛んで後ろから、一つの目に手前からと後ろからと2回入るようになります。で最後はもう最後の目に入るしかないですね。で最後の目に入ってここです。でこうやっとくとあと閉じなくていいから、閉じるっていうか糸の処理が終わりますね。このままね、この流れでやっちゃうと、はい、切っちゃいます。できるだけ作業を残さないようにやります。はい、
では外して、捨て網の糸ほどきます。これが楽しい瞬間なんですよね。こうやってね、目がきつかったりすると糸が絡んじゃったり入り込んじゃったりしますけど、まあ取れます。よいしょ、はい、こんな感じで綺麗にできました。でこっちすごくフラットです。でこれは何回かくぐらせてますけど、ちょっと大きく太めなのにしよう。もうその場でね植えちゃっときます。あららら、糸が割れちゃった。こういう短いものを閉じるときはこう、まず針をこうやって適宜網目に入れておいて、それからこうやるといいですね。まあ釈迦に説法だと思うんですけど、全く、手編みからでなく編み物機械編みなさる方もいらっしゃると思うので、はい、型終わりました。でこの襟のところもこれほどいてみます。はい、こういうふうに綺麗に、ここは休み目にしてるんでね、綺麗につながってます。あ、映ってなかった。こんな感じで綺麗につながってロールカラーができました。こういうふうに、こういう綺麗に取れてますね。ここが綺麗にいくように気を配って目を取っていくということですね。はい、ではこれでもう最後です。このアームホールを作っていきます。ちょっとね、このベストの丈とが長いんで、これがちょっとこうすごく小さく見えるんですけど、本来ねこのぐらいだと思うんですよね。あ、縮小してないか、もうちょっと高い位置でやりましょうか。はい、ではアームホールいきます。アームホールってアームバンドですね。これも一緒ですね。ここ肩です。肩のハギです。肩のハギの部分から分かりやすいように違う色一本ずつでまず取ります。やっぱり同じように一番端の目の表側の半目を取ります。これだ、表側の半目を取ります。境目で両サイド一つずつ取っておきます。そしてこういう風にして、でね、これとアームホールこういう風に2箇所作る時ってこう書いた方がいいと思うんですけど、この8段はちょっと多かったんで実はほどいたんですね。26スティッチに、目になったんですけど、10、20、6、3、3で6ですよね。このぐらいなんですけど、どうしようかな。丈が長いからそう感じるのかな。製図通りにします。こうやってこういう感じですね。この2目ほどこれは伏せ止めしてます。伏せてますけれども、この一番端っこの表側の半目を取ります。一番端同士を取ります。まずこれじゃないな、ここだな、こんな感じですね。
そしてこれ分かりやすいですね。この半分あたり、真ん中あたり、鎖の半目で、このまた真ん中あたり、この辺かな。バランス見ながら真ん中真ん中真ん中って取っていくと分かりやすいっていうか、サイズ通りにいくと思います。私はよく母から教わった、段から目を取る時は2段2目取って1目飛んでっていう2222って取っていったりするんですけど、編み機の場合はそうするとちっちゃくなりすぎちゃったりすることあるんですよね。まだちょっと加減がわからないんですけど、まあ大体編み機の動画ではこういうやり方なさってますよね、目を取るときね。こうやってバランスを見ながら埋めていきます。ちょっとこれ目が大きい。どっちかというとちっちゃい目を取った方がいいですよね、並んでる場合。それは穴が開きづらいので。セドメのとこはちょっと分かりづらいんですね。これちょっと移動しよう。はい、もう取り終わりました。あれ、何段でしたっけ。1、2、3、4、5段編んでもうキャストオフです。で、これは、最初8、編み地と同じ8にして、あれどうしたんだっけな、8でいったのかな、そのまま。あ、おもり、さすがにおもりがないとね。全部編んでますね。あ、ここ編んでない。これ1段目自分で手で編んでもいいですね。ただ結構編んでくれるので頑張って。あら、これこっちは1目しか入れてない。1段目よく見てあげてください。で、これ、21の、だから2本置いて、2本開けたこういうところをタッピ返しするので、これ糸の始末する時ちょっと気をつけます。端の2目はゴム編みが来ないので、こんな感じでくるんでいきます。8にしたんだっけ、6に減らしたんだっけ。ちょっと8でいきますね。ちょっとなんだかちっちゃく感じてた。あ、端合わない。やっぱり
すぐ未だにね忘れちゃうんですよね。こんな感じで2回ぐらいくるめば1、2、3、4、5、はい、もう5段編めました。でここはもう切っちゃいます。でここでタッピ返しです。ちょっと離れたところにかけておいてあげて、2、1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 、
一目って閉じ目になるんで、任一の場合は端が表目二目っていうようになると、閉じた時に任一がまあ脇で隠れてしまうといえば隠れてしまうんですけど、まあ、そういうのもちょっと考えてやるときっちりいきますね。でこうやっといて1、2、3、4、5、最初数えたらあとは大体同じ並びになるん で、ね、2本取りは脱皮返しちょっとやりづらいですよね。2、3、4、5、人間のものだとちょっと5目っていうのは5段っていうのはちっちゃい幅が狭いと思いますんで、8段から10段ぐらいでしょうか。ちょっと少ないですよね、人の場合はね。1、2、3、4、5、早いですよね、向きね。これ確かに目数段数は少ないですけど、でもそんなに幅、目数っていうのはガーで1段ですから、そんなに変わらないですよね。もう手で模様を作りながらとかってなるとね、その分あれだけど、本当にメディアさんはスピーディーにできますね。本当はね、前身頃だけでもちょっと縄編みか何かレースか入れようかなと思ったんですけど、基本的に形を編むっていうか、その手順だけにした方が分かりやすい動画になるかなと思ってやめました。で段染めの糸ですしね、はい、ですから作り目や閉じ目もシンプルなものにしました。とにかく製図通りに編むっていうねことを優先で、はい、終わりました。でここはやっぱりもう結構大きい目にした方がいいです、いいと思います。14じゃ大きいかな、13、さっきどんな感じだったかな、これじゃない、ここですよね。
14目いっぱいにします。はい、これでループインループですね。こうやってこうやってされる方もいらっしゃいますね。こうやってね、これだとフックに入ってると目が落ちづらいんで、あの関係ないとこの目がね、これだと横からこうやって入れてもね、マシンニットラボさん、あの人気のブログ持っておられる、なんかこれ早いですね、 4.5 ミリでチャ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 早くなさってもなさる動画見たことありますけど、こういう取り方されてたんじゃないかな。ぴょ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 っていう感じですよ。私これ苦手なんでね、くし刃を使ったやり方いつものやり方で、よいしょ、はい、こういうとこね、あの早送りするのにした方がいいのかなと思うんですけど、おしゃべりもしながらやる方が楽しいなと思ってどうしても長い動画になっちゃいます。私は、まあ、早送りしながらね見ていただけたら。これで編み機の作業すべて終わりですね。でここは裾で閉じる糸を残してないので少し残して切ります。はい、こういう感じでゆったりできるんですね。こんな感じでできました。これでもあとは本当にこれ糸ね、いつも言って、私しつこく言ってますけど、こう端にクリップ止めてしとけば糸が入ってるところにポンと入れても安心です。はい、こういう感じでできました。さあどうしましょうか、閉じるのもやりましょうか。はこっちの方が、こっちね、ちょっと目がきつかったんですね、鉢の端の目がね。できました、できました。まあ閉じ方はちょっと少しやると、表を見て調整します。位置少しやりますね。まあ最初の一目はこうやって鎖をつなげておきますよね。閉じた鎖をこうやってつなげておきます。そしてこれちょっとおかしかった。で一番端の一目ですね。この一目の向こうを渡るこの二つを取るんですけど。私はいつもそういうやり方でやってるんですけど、これが一番端の、ちょっと分かりづらいんですね、これが一番端の目ですね。これのこの隣のこの端の目と2番目の目の間を渡ってるこの渡り糸を取ります。これ、こっち端の目こっちですね。
こういうふうに同じ位置をこう取っていきます。で、私はこうやってね、完全に締めてしまわずに、こういうふうに映ってるでしょうか、こういうふうに緩く引っ張っといて、そうすると糸が出てきてるところがよくわかるんで、入れやすいし、いち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 糸を引っ張らなくていいんで早いんですね。母がこういうやり方をするんで、自然と私もこのやり方になりましたね。で、時々これクッと引っ張ります。そうするとちょっとここうまくいかなかった、こうきれいに閉じたとこがわからなくなりますね。片側は端の目がよく見えるんですけど、片側はねよく見えなかったりするんで、気づいたら半目のとこに入ってたりするんですよね。こっちが見えづらいのか、たら片方なんか余ってる部分が多かったりとかしますね。こっちが見えづらいんですね。ここですね。だから見極めといて、糸を完全に抜いてしまわずに、こういう感じで糸をこう渡しておいて、糸にもよりますけどね、スルスルっと引っ張れる糸と、こういう風にしてたらもう絡んじゃって途中で輪っかができちゃう糸とかいろいろありますけど、こういう風にね、こうやってスルスルスルっと引っ張ります。脇が閉じ終わりました。で、前の方、あとはこのネックバンドですね、このロールカラーの部分ですけれども、こういうふうに裏が表に出てくる襟なので、ここは脇と同じようにこの辺までは閉じます。あとはこの表に出てくる裏を見ながら、これは2本でやってた方がいいと思います。脇は1本でやりました、糸1本でやりました。この裏目のこの2本ですね、これをこういう感じで取って、でまたこの2本、こういうふうに裏目がここにできるようなやり方で閉じていきます。ちょっとざっくりですけど、もっと丁寧にやってください。まあロールカラーの場合はということですが、閉じ目のところに目を作るような感じですね、裏目を作るような感じ。もう手見なさる方はね、こんなのは編み機は慣れておられなかったとしても、こんなのはご説明する必要ないと思うんですけど、一応この辺はしっかり目を見極めながら、で最後きれいにいくように、この目のつながりをよく意識して、こうやってつなげてあげるっていう感じですね。はい、こういう感じでできました。で、あとはここは
少しこの辺で渡しておいて、表に響かないようにしておいて、裏になる部分で、糸を始末します。傾いてますが、こういう感じで完成しました。このトルソーちゃんには腕がないんでね、本当は腕がこう、腕の部分のこういう風になるんで、ちょっとここがなんかへんてこに見えますけど、こんな感じですね。こういう感じに腕があればなるはずです。で、ちょっと丈がやっぱりこのぐらいで良かったですね。このぐらいでね、ベストであればね。まあでも。あったかいそうです。はい、ベストの完成です。